足、に美みなんきち。二匹の馬が窓、ま、のところでぐーるぐーると昼寝をしていました。すると、涼しい風が出てきたので、一匹がくしゃめをして目を覚ましました。ところが、後足が一本しびれていたので、よろよろとよろけてしまいました。おやおや その足に力を入れようとしても、さっぱり入りません。そこで友達の馬を揺り起こしました。大変だ後足を一本誰かに盗まれてしまっただって、ちゃんとついてるじゃないか。いや、これは違う。誰かの足だ。どうして僕の思うままに歩かないもの。ちょっとこの足を蹴飛ばしてくれ そこで友達の馬は、ひずめで、その足をポーンと蹴飛ばしました。やっぱりこれは僕のじゃない。痛くないもの。僕の足なら痛いはずだ。よし、早く盗まれた足を見つけてこよう。そこでその馬は、よろよろと歩いて行きました。いや、椅子がある。椅子が僕の足を盗んだのかもしれない。 よーし蹴飛ばしてやろう僕の足なら痛いはずだ馬は片足で椅子の足を蹴飛ばしました。椅子は痛いとも何とも言わないで壊れてしまいました。馬はテーブルの足やベッドの足をポンポン蹴って回りました。けれど、どれも痛いと言わなくて、 壊れてしまいました。いくら探しても、盗まれた足はありません。ひょっとしたら、あいつが取ったのかもしれない。と馬は思いました。そこで馬は友達の馬のところへ帰ってきました。そして、隙を見て友達の後足をポーンと蹴飛ばしました。すると友達は、痛いと叫んで飛び上がりました。 そーら見ろ。それが僕の足だ。君だろう。盗んだのは。このトンマメが。友達の馬は力いっぱい毛返しました。痺れがもう治っていたので、その馬も痛いと飛び上がりました。そして、やっとのことで自分の足は盗まれたのではなく、痺れていたのだとわかりました。